アークロイヤルはイギリス海軍で航空母艦として完成した最初の艦。1934年にペガサスと改名された。イギリス海軍は防護巡洋艦から水上機母艦に改装されたハーミーズを運用していたが航空機運用のための別の艦が必要であった。1913年にブライスシップビルディング社で建造中であった。 貨物船を8万1000ポンドで購入し、この7000トンの船を水上規模艦を完成させ、アークロイヤルと命名した。アークロイヤルより先に収益したエンガディンやハーミーズといった艦は他の艦主から改装された艦であり、航空機を運用するための艦として完成したのは、アークロイヤルが初めてであった。1914年に、艦尾から取られた本艦。 水蒸気母艦に改装するために大きな設計変更が行われ、推進機関は後方に移動し、艦の前方半分を作業デッキが占めた。管板は前方に平坦部を作り、艦上から水蒸気の発艦も意図されていたが、実現されなかった。艦は長さ150フィート、幅45フィート、高さ15フィートの巨大な航空機ホールドを 作業スペースの横に装備した。3トン蒸気クレーン2機が、甲板に装備され、水蒸気を引き上げ回収することができた。アークロイヤルは、水蒸気5機及び通常の航空機2機を運ぶことが、できた。航空機は発艦後は、地上基地へ着陸しなければならなかったが、水蒸気は、艦の側に着水後、クレーンで回収することで、再び運用できた。 搭載機は、ソッピース807型水蒸気2機、ライトプッシャーズ2機、ショート135型機1機及びソッピースタブロイド2機であった。写真は、第二次世界大戦中に CAM シップ時代の、ペガサス時代の本館。アークロイヤルは、ブライスシップビルディング社で1914年12月に、収益、1915年2月1日に、 ダーダネルス海峡へ向けて出航し、連合軍の上陸部隊を5月まで支援した。その後急戦まで地中海東部で活動した。1918年1月に搭載機のソッピース、ベイビー2機が、オスマン帝国の巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムへの爆撃を試みた。戦後アークロイヤルは、国会で活動し、ロシア内戦で、白軍支援のためバトゥミエ。 航空機を運搬した。さらに、ソマリアにおけるムハンマド・アブドラ・ハッサン率いる民族主義者との戦いにおいて陸軍を支援した。1920年には、白軍のクリミア半島からの撤退を支援した。その後、アークロイヤルは帰国し、修理のためロスサイスで予備役となる。1922年9月にアークロイヤルは、チャナク危機において、 地中海へ航空機を運搬するため再収益した。1923年4月にはマルタで別の修理が行われた。1934年12月、アークロイヤルはその名を新型空母に譲るためペガサスと改名された。ペガサスは第二次世界大戦中の1940年に戦闘機カタパルト艦へ転換されたが、活躍の場面は ごくわずかなものであった。1946年には売却され、アニタ一世の鮮明で民間船への回収が始められた。しかし、改装工事は中止され、1950年にスクラップとして解体された。アークロイヤル1914バトルシップスクルーザーズ2006年10月13日、閲覧。HMS アークロイヤル。 ロイヤルネイビーウェブサイト2006年10月13日閲覧 Acentury of Naval Construction The History of the Royal Corps of Naval Constructors Conway Maritime Press ピアニッシモ 114ISBN085177282X ありがとうございます